はい、皆さんおはばちは宮内幸です。ただいまですね、7月24日の午前1時40分回ったところですね。はい、大変久しぶりになりますけれども、ポケットモンスター Y の実況プレイを、あ、なんかちょっとゴミがついてる。はい、はい、じゃあ今日はですね、まず不思議な贈り物から受け取っていきましょう。インターネットで今ですね、ビビオンが受け取れます。ファンシーな模様のビビオンですね。GTS で交換されたポケモンの数が1億匹を超えたことを記念して、通常では見られないファンシーな模様のビビオンをプレゼントということで、はい、この贈り物を受信したいと思います。いいね。はい、ファンシーな模様のビビオンダウンロードしてくれてありがとう。贈り物は、ポケモンセンターにいる配達員から受け取ってねということで、はい、終わります。でさらにじゃあ受け取っていきましょう。今度はシリアルコードで、受け取っていきます。こちらですね、はい、ポケットモンスター XY、破壊の眉とディアンシーダークライのプレゼントコードですね。コインでめくりましたので早速じゃあ入れていきたいと思います。はい、大丈夫です。はい、はい、はい、入力していきます。はい、ダークライプレゼント。今年のポケモン短編映画に登場する4匹の幻のポケモンの中から投票で1番になったダークライをプレゼント。イエイ。かわいいですね。はい、ダークライプレゼント。ポケモン映画2014を見に来てくれてありがとう。贈り物はポケモンセンターにいる配達員から受け取ってねということで、はい、まだポケモンの映画自体を見てないんですが、はい、ダークライを先に受け取りました。でこのダークライは受け取れる期間がですね、決まってますので皆さんその辺ご注意くださいませ。でそうだよ、俺今何やってたんだ、今最近まで何やってたんだろう。最近はちょっとドラゴンクエストモンスターズですね、テリーのワンダーランド 3D の方にちょっと浮気をしてまして、全然こちらポケモンできてませんでした。はい、うおおすげえな。はい、じゃあパーティー紹介していきましょう。アマルルが、レベル72ですね。お守り小判。ブリガロンレベル64なし。
デデンネレベル66幸せ卵、ヒャッキーレベル64食べ残し、ハブネックレベル57、リザードンレベル58、リザードンナイト Y となっております。でですね、ゴーストいっぱいね捕まえてます、交換用にね。じゃあまずこの交換から先行きますかね。ミラクル交換久々です。さあ7月24日の午前ね、まあ大体2時近くですけれども、ほい、交換に出すのはゴーストいきたいと思います。さあワクワクしますね。お、ドイツだ。ハンブルクって書いてあります。さあ、おお、ラプラスだ。ありがとう。おお。それは先ほどいただいた、ラプラスね、チェックしていきたいと思います。あ、親も同じ方ですね、嬉しいな。嬉しいですね。なんか、はい、じゃあちょっと移したいと思います。おお、懐かしいな。はい、じゃあ、受け取りたいと思います。あ、そうだ。ボケました。イエーイ。はい、ビビオンと、ダークライゲットですね。さあもらったビビオンとダークライゲットじゃねえ、チェックしてみましょう。まずビビオンレベル12ですね。かわいいです。技の命中率が上がる、いいですね。メモリアル リボンと図太い性格。技は風起こし、光の壁、虫の抵抗、手をつなぐ。こちらがあのオリジナルっていうか、まあ、特別な技ですね。何も効果はないんですけれども、はい。そして、ダークライレベル50、不思議の国だ。すげー、04194。慎重な性格。2014年7月24日、ポケモン映画、
14でレベル50の時に運命的な出会いをしたようだと昼寝をよくする。こちらはウィッシュリボン、願いが叶うと言われているリボン、いいですね。謎の実を持っております。技はダークホール、うーん、夢食い、悪の波動、ゴーストダイブと、ね、なっておりますね。はい、じゃあ置いておこう。これこっちでしょ。